ジョセフ・ジョンストン、ジョセフ・エグルストン・ジョンストン、1807年2月3日から1891年3月21日は、アメリカ合衆国及びアメリカ連合国、草の軍人であり、草では最上級将軍の一人だった。有能な指揮官であったが草の大統領である、ジェファーソン・デイビスと折り合いが悪く、実力を発揮できなかった側面もあるが、 積極的な攻撃性に欠けていたことも事実であり、個人的に指揮を執った作戦ではことごとく勝利を逃している。ジョンストンはバージニア州ファームビルのロングウッドハウスで、判事のピーター・ジョンストンとメアリーの息子として生まれた。この家は後に消失した。再建された家は現在ロングウッド大学の学長宅となっている。ジョンストンの名前は父親が 独立戦争に従軍した時に仕えた上官、ジョセフ・エグルストン少佐の名前をもらった。陸軍士官学校に入り、1829年に卒業した。1836年に軍隊を離れ、土木工学を勉強した。第二次セミノール戦争の時には、ウィリアム・ポープ・マッカーサーが指揮する船に乗る文民の地形学技師になった。1837年1月12日、 フロリダ州ジュピターで上陸していた船員が襲われ、ジョンストンも衣服に少なくとも30発の銃魂が開き、一発は頭皮をかすめて修正消えない傷跡が残ったと言っていた。1838年には軍隊に戻った。米北戦争の間、ジョンストンは2回の名誉昇級を果たし、セルロゴードの戦いとチャプルテペクの戦いの2つの戦いで負傷した。 以前のセミノオール戦争の時の働きでも名誉昇級したことがあった。カリフォルニア州で勤務し、1860年6月28日にはアメリカ陸軍主計総監に任命された。ジョンストンはデラウェア州選出の連邦議員でアンドリュー・ジャクソン大統領内閣の一員でもあったルイス・マクレーンの娘、リディア・マクレーンと結婚した。 リディアは1887年に死んだ。ジョンストンの兄、チャールズ・クレメント・ジョンストンも、アメリカ合衆国下院議員を務め、老いのジョン・ウォー・フィールド・ジョンストンは、上院議員となった。どちらもバージニア州選出だった。1861年に、アメリカ合衆国から生まれ故郷の州が脱退して、アメリカ連合国、草に加入したとき、 アメリカ陸軍では最高の階級であった正規軍順将の職を辞した。南軍、草に合流した当初は、バージニア民兵隊の少将に任命され、ハーパーズフェリーで指揮を取っていたストーンウォール・ジャクソンを解任し、シェナンドー軍を組織化した。1861年6月の第一次ブルランの戦いでは、 シェナンド渓谷から自部隊を連れて PGT ボーリガード巡将の部隊に合流したが、その地域の地形には馴染みがなかったので、自分より若い将軍に戦闘の指揮を譲った。しかし、南軍が勝利したことでその功績の一端は自分にあることを何とか主張できた。ブルランの後、ボーリガードとウィリアム・ポーチャー・マイルズを助けて、連合国軍機のデザインと製作に関わった。 軍旗を正方形にしたのは、ジョンストンのアイディアだった。8月、ジョンストンは大将に昇進した。今日ならば四つ母子将軍、ホー、スターゼネラルと呼ばれるものである。しかし他にも三名の将軍が徴用されることが分かっていたので、喜べなかった。アメリカ陸軍から南軍に合流した士官の中では、ジョンストンは最上位だったので、彼は自分がサミュエル・クーパー。 アルバート・ジョンストン及び、ロバート・ E ーリーの後陣を排するべきでは、意図感じていた。新しい将軍五人の中では、ボーリガードだけが、下位にランク付けされていた。このことで、ジョンストンとジェファーソン・デイビスとの間には、わだかまりができ、戦争の期間中解消されることはなかった。ジョンストンは、北バージニア軍の指揮を任され、1862年の、 半島方面作戦の開始時点でそれを引いた。北軍のジョージ・マクレラン将将軍に対抗して、首都リッチモンドを守る時に、海戦をする前にじりじりと後退する戦略を取り、マクレランが、包囲戦をしこうと考えているリッチモンドの手前5マイルのところまで退いた。ジョンストンは窮地に追い詰められた形で、5月31日、地下ホミニー川の南で、 セブンパインズの戦いの攻撃に移った。この戦いは戦術的には決着がつかなかったが、マクレラン軍のリッチモンドに向けた歩みを止め、その侵略では最も進んだ地点ということになった。しかし、この戦いで一番重要な出来事は、勝敗がつかなかったことでも、北軍の進行を食い止めたこともなく、戦闘の二日目に、ジョンストンが負傷して、 前線を去らなければならなくなったことだった。その結果デービスは北バージニア軍の指揮官としてより攻撃的なロバート・イ、e、ーリー将軍を任命し、リーはアポマトックスで降伏するまで北バージニア軍の指揮を取ることになった。ジョンストンは傷が癒えた後に軍に復帰し、西部戦線の主要指揮官である西部方面軍の指揮官に任命されたがこの肩書は、 ブラックストン・ブラック将軍のテネシー軍、ジョン・シー・ペンバートン中将のミシシッピ及び東、ルイジアナ方面軍を統括するという名ばかりのものだった。ペンバートンは包囲されたビックスバーグ市の中にあって、北軍のユリシーズ・グラト少将の軍と対峙しており、ジョンストンは一時的に町を捨てて、ジョンストンの部隊に加わり、数の上で、グラント軍を上回ろうとペンバートンに呼びかけたが、デイビスは、ペンバートンに、 ビックスバーグ氏に泊まるように命令したためこれは実現しなかった。1863年7月4日にビックスバーグは陥落し、ミシシッピ側の最後の砦が落ちたことを聞いた南部、大いに老狽した。その年11月に行われた第三次チャタヌーガの戦いで、ブラックの率いるテネシー軍が敗北し、デイビスはしぶしぶながら旧友であるブラックを解任して、その後釜に、 ジョンストンを据えた。1864年の春、北軍ウィリアム・シャーマン少将の軍がチャタヌーガからアトランタへ向けて進軍を続けるのを前にして、ジョンストンは以前と同じく交代しつつ戦う戦略を用いた。ジョンストンは強固な防衛陣地を築いた上で何度か抵抗を試みたが、シャーマンはそれをすべて迂回するように進軍したため、南軍は アトランタに向けて交代するしかなかった。ジョンストンは、自軍の保持が最も重要な配慮すべきことだと考えており、大変用心深い作戦行動を続けた。自軍をうまく操作して、北軍の歩みを遅らせ、自軍のかぶったよりも多くの損失を北軍に与え、6月27日、ケネソーさんの戦いでジョンストンは、シャーマン軍を破ったが、純粋に、 シャーマンの攻勢を一時的に退けることに成功しただけで北軍が攻勢を続けることを妨げたわけではなかった。南部の新聞党はジョンストンの戦略が完全に防御的なものであり、進んで攻撃するリスクを取らなかったために南軍の勝利のチャンスが消えたと主張した。ただしこの時点でジョンストン率いるテネシー軍は兵力の点で北軍に対して圧倒的に不利であり、 公正に出たからといって勝利できるかどうかは怪しかった。しかしデイビスも交代しかしないジョンストンの戦略を怠慢だとみなすようになり、アトランタのすぐ郊外であったピーチツリークリークの戦いの直前、1864年7月17日にジョンストンをテネシー軍の指揮官から外した。後任のジョンフットは過度に攻撃的で、 北軍に対して攻勢に出るという期待には応えたものだったが、結局数に勝る北軍を撃滅することはできず、9月にはアトランタを失った。その冬のフランクリンナッシュビル方面作戦では、テネシー軍の大半も失った。デイビスがジョンストンを解任するという決断をしたことは、この戦争に関する議論の中でも最も争われていることの一つである。シャーマン率いる北軍が、 ジョージア州を横切り、続いて北た両カロライナ州を行軍する、いわゆる海への進軍について、南部の人々がだんだんと心配になってきた時、大衆はジョンストンの復帰を要求した。デイビスはサウスカロライナ、ジョージア及びフロリダの集合的方面軍、さらにノースカロライナと南バージニアの方面軍の統一指揮官にジョンストンを指名した。 書類上は三個軍団を率いる重職だったが、実際は大した装備を持っていない老兵や、周兵の集まりであり、書類上の定数も満たしておらず、苔脅しに過ぎなかった。当然この程度の部隊ではジョンストンは、シャーマン軍の進軍を鈍らせるためにほとんど何も、できなかった。1865年3月19日、ジョンストン軍は、ベントンビルの戦いで、 シャーマン軍を吸収して一部を捕獲し、大部隊を前にして、南軍が後退する前に短期的の戦術的な成功を得た。しかしリーがアポマトックスコートハウスで降伏したことを知ると、その2週間後の1865年4月26日、ノースカロライナ州ダーラムの近くのベネットプレイスで、シャーマン軍に降伏した。これは、デイビスの最後まで、 徹底抗戦せよという命令に逆らうものだった。戦後、ジョンストンはジョージア州サバンナに住み、アーカンソー州の鉄道会社の社長を務め、1868年から1869年にかけては総合保険事業に携わるようになった。1877年にバージニア州に戻り、リッチモンドに今を構えて運送会社の社長になった。 1879年から1881年までのアメリカ合衆国議会第46回期で民主党の代議士を務めたが1880年の選挙では再命されなかった。グロバー、クリーブランド大統領の時には鉄道のコミッショナーになった。1874年に出版したジョンストンの南北戦争の時の活動分析。 軍事作戦の序述は、デイビスやその仲間の将軍たちの多くを強く批判していた。ジョンストンは、リーと同様に降伏した相手の寛大さを忘れることはなく、シャーマンについて、彼の前で言われた意地の悪い言葉を許そうとは、しなかった。戦後に親しくしていたシャーマンが死んだ時、その葬儀で棺を担ぐ人となった。1891年2月19日に、 ニューヨークで行われた行列では、冷たい雨の中でも、尊敬の印として、帽子を取り続けた。年老いた将軍の健康を気遣って、帽子を被るように言った者がいたが、ジョンストーンは、もし私が彼の立場となり、彼がここに立っているならば、彼は帽子を被ろうとはしないだろうと答えた。ジョンストーンはその日に風邪をひき、さらに肺炎になり、数週間後に死んだ。 メリーランド州ボルティモア市グリーンマウント墓地に埋葬された。ジョンストンのための唯一知られている記念碑は1912年にジョージア州ダルトンに建てられた。第二次世界大戦の間、アメリカ海軍はジョンストンの名前を付けたリバティ船を保有した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。